お待たせいたしました。阪神タイガース対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。タイガースの先発は右の藤浪、対するドラゴンズの先発は右の松坂、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の藤浪マウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは高松。投げた、アウトコース低め、空振り三振。左バッターボックスには滝野。さあ、投球は5球目、投げました、ボール。次は6球目、投げました、打った、ファウルボール。投げました、アウトコース低め、見逃し三振。バッターは3番根尾。第9直球ストライク、インローへ、いきなり154キロ、見送ってストライク。第3球は1球外してボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット。根尾ナイスバッティングです。さあ、2アウトから先制のランナーが出ました。第5球投げました、外れてフォアボール。バッターは5番溝脇。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打った、ボールはライナーで左中間へ、左中間へのヒット。溝脇いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。1球目ストレート空振り、いきなり154キロ、投げた、完全に外れた、ボール。投球は3球目、投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。タイガース、この回2アウト満塁のピンチでしたが、なんとか切り抜けました。タイガース大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは石垣。次は5球目、投げた、外れた、ボール。第6球を投げました、打った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番杉山。低めボール球打った、これはセカンド真正面、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー松坂。インハイ、外れてボール。第5球投げました、打ちました、ヒット、松坂ナイスバッティングです。さあ、2アウトから先制のランナーが出ました。第6球をランナースタートを切った、三振。2回の表が終わってドラゴンズ無得点で終了です。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは滝野、低めの球、見逃し三振。第3球を投げました、見逃し三振。藤浪3球で仕留めてみせました。リプレイをご覧ください。バッターは4番近藤。第1打席はフォアボール、投げました、ボール。まずは外角低め、投げました、インコース低め、空振り、タイミング合いません。第3球打ちました、左中間へのフライですが、これはヒットになります。打球が転がっている、近藤いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。投げた、あっと引っ掛けた、森越下がっていった、これはファースト間に合いません、ファールボール、ボール。第5球投げた、打ちました、ファール。第6球を投げた、打った、これはショート真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁です。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは石岡、今日最初のバッターボックス。第4球を投げた、変化球ストライク、インローへ。第5球投げた、打った、センターへ飛んだ、センター前ヒット、石岡ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは7番石垣。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。スリーバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。タイガース先制のピンチを迎えます。ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、空振り三振、先ほどのプレーです。バッターはピッチャー松坂。次が4球目、投げました、顔の前通過。投球これから5球目、打ちました、二遊間ライナー破っていった、センターバックホーム、
松坂、いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。打順は1番に帰って高松、ここまで2打席連続三振。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。次は4球目、投げました、154キロ速球、空振り三振。さあリプレイです。藤波、ここまでランナーは出していますが無得点に抑えています。4回の表が終わって0対0、タイガースピンチをし、ドラゴンズこの回は2番からの好打順、トップバッターは滝野、ここまで2打席連続三振。真ん中ストライク、投げました、ボール。次は4球目、投げた、打ちました、ショートの右、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番ネオ、第3球を投げた、ボール、投げた、ボール、投げた、外角低め、空振り三振。バッターは4番近藤、第3球を投げた、カットボール、見逃し三振。藤波ナイスピッチング、最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって0対0、ドラゴンズ未だスコアボードは0のままです。0対0で迎える6回です。バッター亀澤、直球ストライク、伸びのあるストレート、投げました、打ちました、抜けた、亀澤ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは代打藤井、ドラゴンズ続けざまに代打を起用してきます。さあ次の投球、危ない球、第3球を投げました、危ない球、投げました、内角見送ってフォアボール、藤波ストレートのフォアボールを与えます。5球は3球目、投げました、見送ってボール、投げました、危ない球、投げた、あっとスリーバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト、送りバント成功です。タイガースなおもピンチが続きます。5球は3球目、投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、ボール。第6球を投げた、結局外れてフォアボール。この回松坂見事な完投勝利です。タイガース悔しい敗戦です。松坂敗戦投手は藤浪。さて今日のヒーローは見事完投勝利を収めた松坂、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました。